甲子園の時の剣持さんが、まあ、シュークリーム食べたり、フルーツサンド食べてたみたいな話、みんな知ってると思うんだけど、剣持さんのリスナー。3日目に私、スタッフさんと一緒に買い出しについていく機会があって、その時に、ライバーとかの皆さんに、何かいりますかって呼びかけたら、剣持さんが、僕プリンって言って、プリンを要求するっていう。もう帰っていただいて大丈夫です。ありがとうございました。お誕生日おめでとうございました。お疲れ様です。はぁ、ねえ、やっぱ後輩の教育って必要ですわ。いや、違うんですよ。いや、違うんですよ、本当に。これはまず、なんかね、なんか、情報が中途半端にしか出てねえんよ。ID 野球なんて言うでしょ？インポータントデータ。そういうのを扱う大事な知能線なんで、それにあたって脳を動かすために必要なのは何ですか？糖分ですよ。そう。糖分を入れるっていうね。そうなんですよね。なんか、甘いものを食べると女とかなんか女子みたいな。ねえ。それって、男性蔑視ですよね！